どうも、おはようございます。即家塾の久保です。今回はね、森永のチョコフレークを取り上げたいと思います。実はこの森永のチョコフレーク、すでに終売になってるそうですね。つまり、もう販売されてないということらしいです。で、その代わり、日清っていうところからね、こちらなんですけども、えー、チョコフレークの、ちょっと似たやつが出てるみたいですね。うん、まあ、事実上のこれが、 後継食品となると思いますけども、まあ、森永ではなく日清のチョコフレークですからね、お間違いなく。で、この森永のチョコフレークですけども、なんとね、終売になった意外な理由っていうのが、チョコフレークってほら、あのつまんで食べると手先が汚れるでしょ手先が汚れて、スマホをいじりにくくなるっていうんで、<laughs> もうね、受けなくなったらしいんですよ。うーん、なんかね、あの、 独特の甘みと食感が人気だったんですけどもねこれを牛乳につけたりとかして食べた時代もあったと思いますでこういう風なね小さいサイズが出たりアイスクリームになったりとかねなんか箱入りのやつが出てきたりとかね考えてみたらこの箱入りのチョコフレークってまだ国鉄だった頃電車に乗ると駅のホームとかに売ってたような気がしますねうーん懐かしいな まあいろんな理由でね、販売が中止になっていくんですね。特にこのお菓子っていうのは、子供たちが好んで食べるものですけども、少子高齢化の波で、こういったお菓子類っていうのもどんどんなくなっていくのと、大人向けのお菓子にシフトしていくのかもしれないですね。なんかまた一つ、時代が終わったみたいな、まあ、そんなお話でございました、森永のチョコフレーク。